まだ72選曲であと残り半分ぐらい残ってるんですね。そうですね。これどうですか、全体的なこう傾向とか見てご覧になって。一つはやっぱり解散ねえなっていう話ですよね。あこの決まり方が遅いから。なるほど、やっぱ和歌山、和歌山ですよ、やっぱやっぱりそうなんだ。これどうすんだろうね。これね、浅田さんに大胆予言してほしいんですけど。さあ始まりました、選挙 .com チャンネル。私編集長の鈴木邦和です。そして今回もアシスタントはスピーチライターの千葉香織さん、はい、ゲストは選挙プランナーの松田香織さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ行きましょう。今回のテーマはこちら、10増10減改正公選法が施行、注目選挙区は。28日に10増10減の改正公職選挙法が施行されましたが、自民党は72選挙区で公認候補の支部長を決定した模様です、うん、こちらご覧いただきましょうか、はい、23日ですね、茂木幹事長や森山選対委員長らが会合を開き、10増10減の対象となる15都県の134の選挙区のうちですね、およそ半分、72選挙区で次の衆院選挙の公認候補となる支部長を決定しましたと、うん、ただ残る62選挙区では選任を見送っているということで、こちらは具体的に宮城、滋賀、和歌山、山口、長崎、5県、こちらは全ての選挙区で来年に選任を持ち越すことになっているということですね、はい、こちらね、ご覧いただいて結構松田さんね、まあ、公認候補一応決定しましたけど、まだ72選挙区であと残り半分ぐらい残ってるんですね。そうですね。これどうですか、全体的なこう傾向とか見てご覧になって。一つはやっぱり解散ねえなっていう話ですよね。あこの決まり方が遅いから、なるほど、まあ、しかまだ調整できる余裕があるというふうに見てるで、今の話一番重要ですね。解散ないんじゃないかっていう。これちょっともうサムネのタイトルにしますね。解散はないと思いますけどね。まあもちろんね、調整がやっぱり大変なんですよ、はい、区割りも変わるし、それぞれもともと地盤にしたところがね、うん、こう変わってしまったりとか、その同じ区の名前でも全然違う地域だったりとか、増えてるところなんかでね、そこにこう移るかどうかっていうこともありますし、うん、まあ、それぞれやっぱり自民党の場合は都道府県連ってね、47それぞれ都道府県の県連があって、まあ、そこで調整してまた本部と調整してっていう形で、うん、まあ、どうしようか時間かかりますよね。あそうですよね、うん、本当自分の選挙が変わるってなったらもうなんか生き死にの世界だと思うんで、むしろまあ本当調整つけるのはものすごい大変だなと、よく72もつけたなと僕なんか思いますけど。そうですね、まあ、あんまり変わってないところもね、まああるからそこら辺は結構スムーズに、うん、あのもちろん決まると思うんですけど、小選挙区で勝っててあんまり変わってないところなんかはまあそのまんま別に再任で何の問題もないので、うんうんうん、だそういう意味ではこの見送ったところっていうのはですね、はい、やっぱりこう比例復活がまあ2回3回続いているところとかですね、うん、そういったところをじゃあ候補者を差し替えるのかどうかって、なるほど、なかなかね最近あんまりないんですけどね、候補者差し替えるっていうところまでは。まあ、ちなみにどうしてないんですか、その比例復活が続いていても候補者を差し替えることが最近なかなかないっていうのはどうしてなんですか。まあ、大体まあ誰が出ても勝たない選挙区っていうか、そういうことですね、まあ、難しい選挙区であったりとか、まあ一定程度やっぱりそこで負けてもね活動していて、その中で地方議員さんとの関係ができているとか、まあ差し替えたところで勝てるかどうか本当分からないわけですよね、結局ね負けてるってことはね。まあ一応差し替えるとは言ってんですけどね、まあでも結局まあそこを差し替えようとするとすごくエネルギーがかかるので、あんまり差し替えずにいくっていうところが、なるほど、まあ、最近の流れですかね、はい、じゃあちょっとここで見てみましょうか。そうですね、松田さんの気になる選挙区なんかもね、はい、いろいろと伺っていけたらと思っているんですけれども、はい、そうですね、どうですか気になる選挙区。まあネット的に話題になってますけど、うん、東京ハックとかね、西原信輝さんとかね、はい、うん、松田さんはどういう観点で気になってるんですか、東京ハックは。いやハックはねやっぱ前回結構サーチしちゃったところなんですよね。そうですよね。いやここで石原さん、まあ、やっぱりねそれトレンドの中でも石原さんの影響力っていうのは当然あるわけですし、まあそうした中で年齢的にもね、まあ、当選10回っていうのはやっぱすごいことなんですよ。なので、ネット民の皆さんからすると石原さんの評価ってめちゃくちゃ低いと思うんですけど、かなり厳しい声が多いですね、まあ、幹事長経験もして10回当選して、まあ、当然の中で免許力があってっていうような中で年齢的にもまだ引退しないっていうふうに
ご本人がねおっしゃる中で、まあ、選ばれていくっていうことだと思うんですけど、はい、まあ、次小選挙区でまたね負けてひれ伏せできなかったら相当きついよねっていうところですけどね、勝てる見通しはある、まあ、あって公認してるのかな。自民党の、まあ、ルールとしては別に64歳なんでまだ全然おかしくないですよね、はい、出られることはね。多分ね党は党でいろいろ丁寧に調査とかをしてますので、そうした中で今現在でねどういうこう分析をしているのか、あんまりにも数字悪かったら公認出てないんじゃないかって気もしますから、なるほど、やっぱり、まあ、知名度もあって、これまでの活動の実績もあってっていうところで、まあ、移植をするという見込みなのか、まあ、同じくでやっぱり前回の衆院選ですごくフォーカスされてしまった神奈川1区の松本潤さんですね、はいはいはい、ここもやっぱり前回はあのもう無所属離党して無所属でっていうところで、まあ、厳しい選挙だったわけですけども、これはある種一つ自民党のねやり方で、はい、あの一回あの離党して無所属で出て、はい、これでまあみそぎが済んだって戻ってくるっていうパターンなんですけど、ここはやっぱね結構票差ついてますからね。そうですよね。しかも相手候補もねやっぱり篠原さんもまあ若くて、はい、かなり地元活動を丁寧にやるタイプですから、返り咲けんなっていうところでね、はいはいはい、この辺りやっぱりこう重鎮というかやっぱ一定期数を重ねてきて、党内であったりとかその県連取れないで、実力者として認められている方々っていうのが、まあ、選挙だとこう負けるっていうのがですね、まあ、衆院選の時もそうでしたし、まあ、今後次のね衆院選なんかでもそのあたりがねこうこれで負けてくると今度また世代交代っていうのね、いやそういうことですね、つながっていったりっていうのもあるので、まあ、やっぱりちょっとその組織内の論理と選挙での有権者の評価っていうのは、まあ、必ずしももちろん一致はしない、ということですよね。まあ今回 その石原さんと松本さんに関しては、まあ、ちょっと公認が出た、候補ですけども、逆にその、公認予定とまだならなかった候補でどこかこう松田さんが注目している選挙区とか候補者っていらっしゃいますか。いやどうなるか分かんないですけどね、やっぱ和歌山、和歌山ですよ、やっぱりそうなんだ。これどうすんだろうね、これ、ね、松田さんに大胆予言してほしいんですけどどうなりそうですかこれ。これもうね、はい、大胆予言しづらいんだけど、はい、しづらいですか、まあ、二階さんが引くことはないよね。そうするとでもまあね、和歌山、まあ、1区が下さんが知事になられたんで、知事になられて選挙が1区減るんで、まあでもね難しいと思う。で一応今現時点だと、まあ、2つの選挙区に対して、はい、自民党当然これまで出てきた3人の候補者いらっしゃいますね。石田さんもそうですし、そうですし、二階さんもそうです。二階さんもいらっしゃいますし、プラスそこに聖子さんが、まあ、投げ上げると、はいはい、そうすると4分の2になるわけですよね。そうですね、まあ、なので、まあ、世耕さんが選挙区になるんであれば、はい、例えば石田さんが比例の1位に回るとかね、はい、そういう、 こう比例とのバーターでのこう調整みたいなことはいろいろ検討されると思うんですけども、はい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 、まあ難しい調整ですよね本当に。だから二階さんが動かねえんじゃないかっていう軸で考えると、はい、やっぱりまあ石田さんと世耕さんとか、なるほど、まあ、いろんなこう形での調整っていう風になってくるのかなとかですね。なるほど、この辺はもう分からないです。分からないですね。分かんないです。仮に多分あの自民党本部としても別に決められないですよね。決めないです。地元で調整してもらうしかないですよね。これはもう誰かがガッてこう決めるっていうことではないですよ、はい、ないですよね。それは二階さんも実力者だし世耕さんも実力者だし、じゃあそれを飛び越えてってなかなか難しいんだよね。これは本当にもう分かりません。これだけ大変な場所っていつ頃決まるんですかね、はい、いやもう本当ギリギリになるケースとかもありますしね。逆になんかもうめちゃくちゃ揉めるところって僕結構選挙直前まで決まらないんじゃないかって思ったりするんですけど、そうですよね、もう締め切りがないと決められないみたいになるのかなと思ったりも、うん、決まらないですね。動かないですね。山口もややこしいしね。山口はどうですか。山口、いやーそれ岸さんがね、もう引退表明されて息子さんがっていう流れが今できてますけど、やっぱねどうすんだろうね。林さんも総理を狙うというふうに公言されてるわけですし、はい、で4区がね、はい、安倍さんの件があって、そうですよね、ここもどう調整つけるのか。いや
いやだからある種こういう時にねその調整力を発揮できるのが、はい、まあ安倍さんだったわけですけど、うん、なるほど、ね、その安倍さんがまあちょっとね亡くなってしまったっていうところの中でねもう混沌ですよカオスなんか注目するけど、まあ、もう憶測の息を出ないというかねこうどうなるか本当にわからないし、はいはいはい、もう千葉さんがおっしゃったように、うん、ギリギリまでもつれんのかなっていうね、もつれるのか、まあ、すんなり、ね、ある程度話がつくのか、うんまあ、あとはその時の情勢党の情勢とかも影響すると思いますし、はい、あとは、まあ、高齢の議員の方の場合だとやっぱりその体力の問題とかですね、うんうんうん、体調の問題、はいそうしたことで一気に情勢が動いたりするっていうこともあるのでる、まあ、ただ本当にこう解散総選挙がもう決まるぐらいにならないと、うん、なんか最後決まらないんじゃないかな。そうですね。それ以外のね多分その比例復活が多いところとかはある程度調整していってだんだん決まっていくようになると思いますけどね、うんまあ、まだ分からないですが、まあ、他党もね擁立公認候補の選定ってどんどん進めてきてますけど、そうですよね、まあ、そこまでのやっぱペースでやってないので、なるほど、自民党に限らずですね、はい、他の党にしてもまだまだ決まってないところたくさんありますから、はい、そう考えるとやっぱり、まあ、年明けすぐの解散とかはないんじゃないかと思います。うん、はい、まあ、自民党の動き見てきましたけど、はい、野党側ちょっと見てみましょうか。そうですね、はい、こちら元総理も区割りによって苦しんでいるようですと、はい、野田元総理でございます、ね、この結構表情は相当悶絶ですねこれはね。いや大変だよね。そうだよね、船橋真っ二つだもんな。船橋が東西に真っ二つ4区か14区かと。いやそうですよ、いやこれもうなんか、まあ、私こんな軽々しく言えないですけど、なんかもうご本人にとって体半分ちぎられるみたいなこう思いじゃないですか、もう本当に。だからで、ね、どっちの支援者からもやっぱり野田さんやってほしいって声もあるし、野田さんとしてもね両方大事にしたいしみたいな。いやもう選べないですよね。選べないですよね。いや本当にだって小選挙区で9回連続当選かな、もう地盤よくできてからずっとですからね、野田さんの場合はもう本当にもうまさに地盤というふうにふさわしい、地道な駅頭での演説とかビラ配りとかをねずっとされてきたっていうので選挙強いことでも有名ですけど、いやそこの地盤がなくなるっていうのはねきついですよね。そうですね。本当に真っ二つの時って皆さんどうやって考えることが一般的に多いものなんですか。ここはやはり選挙に有利になるか不利になるかっていうことももちろん考えますし、例えば半分の残り半分でね新しく入ってくる選挙区っていうのの前回の選挙結果を見て、比例票がどういう形になってるとかね、それで自民党候補がどれぐらい取ってるとか、あとはその支持者の結びつきとかそういった関係も見たりとか、あとはそのどちらの地域によりその強い支持者というか熱心な支持者がいるかとか、そういったこう講演会の強さベースで考えるっていうこともあるでしょうし、そのあたりも悩ましいところですね。野田さんクラスになると相手が強い方にあえて行くっていう、なんかそういうあの発言もねされてましたよね。強い、もっと強いやつと戦いたい、戦いたいそれはすごいな、やっぱすごいこと、まあ、ね、っていうかもう総理経験者引退したらいいんじゃないかと思いますけどね。これはあの野田さんに限らず、はい、野田さんに限らずですね、あの自民党の方もたくさんいらっしゃいますけど、総理経験者引退したらいいんじゃないかなと個人的にはちょっと思いますけど、はい、はい、さて視聴者の皆さんにお知らせがあります。今回選挙 .com チャンネルでは視聴者アンケートを実施することになりました。ご協力お願いいたします。そしてこちら概要欄にアンケートのリンクありますのでご回答お願いします。こちらご回答いただいた方の中で抽選で3名の方に Amazon ギフト券1万円プレゼントしております。チャンスです、やってください。ぜひお願いします。これ登録者だけ？登録者だけです。チャンネル登録者のみになりますので、はいね、お願いします、はい。皆さんの意見を反映したいと思っておりますのでお願いします。はい。というわけで今回はここまでとなります。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。これ23区のね、はい、選ではもう史上初と、はい、ということで、しかも候補者数が減らなかったっていうね、新しい候補者の方も入られてっていうことでどうなのかと思いましたけど、来年一つ大きな流れとしてですね、考えられるのはこう自民党、それから公明党、はい、まあ、今回ね、統一教会の問題も含めてですね、はい、内閣支持率、政党支持率の下がっているということも含めて、自公がそのまま堅調でいけるのかどうか、松田さん
こちらの番組視聴者の方から今後立候補される方がいらっしゃいまして、ネット選挙頑張りたいけどどうすればいいだろうというご質問いただいてるんですね。おすすめのツールがあれば伺いたいなと思ってます。ネット選挙でおすすめだったらね、ボネクタですね。これはですね、なぜかというと、ネット選挙今参考に投票する人ってね 40% 以上いるっていう言われてるんですよ。その中で何を見てるかというと、実は選挙情報サイト、選挙.comみたいなね、選挙情報サイトだったり、ニュースサイトだったり、あとは候補者のホームページとブログ見てる人が多いんですよ。 SNS って確かにすごくこう効果がある面もあるんだけど、 SNS やってない人もたくさんいるんですよね。そういう人も含めてみると、実はホームページとかブログとか選挙情報サイトの攻略がすごく大事で、このボネクタ何が素晴らしいかというと、これ選挙 .com が提供しているネット選挙のツールなんですね、はい、なのでまず一番大きな理由としては、この選挙情報サイト内に言ってみたら自分のホームページを持てるようなものなんですよ。でさらにブログも書ける、はい、でブログに書くとそれが検索エンジンに乗りやすくなるっていうですね、これをやるだけでネット選挙を参考に投票してる人の上位の理由を全部潰せる。ボネクタだけやっとけば、まずひとまずネット選挙としては合格点が出せます。なるほど。ちなみにこれ1年以上ボネクタ使っていただいた方の当選確率って 92.6% なんですよ。92.6%、 はい、3ヶ月だと 80% 台に下がっちゃうので、はい、これ早く始めた方がね絶対得です。それこそ統一地方選挙に立候補されようと思ってる方は、はい、早く始めた方がいいっていうことですよね。もういつやるの、今でしょ、浅田さんの今でしょ、いただきました、はい、今の話ですが、概要欄こちらにお申し込み方法ですとか、そのあたりいろいろ書いてありますので、ぜひチェックお願いします。自分の手でチャンスを掴んでいきましょう。ということで、皆さんご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。